耳たりに生じた、粉粒粉粒種、粉粒とは、本来ならば、新陳代謝によって表皮から剥がれ落ちる赤などの老廃物が皮膚内部や皮下に溜まることによってできる良性の脳胞性病変の総称である。なお、国内では、アテローマ、アテロームの故障も一般的だが、英語では、正式には、表皮脳胞あるいは、類表皮脳胞と呼ばれる。アザーマは、 大間という設備号を持つが、新生物とは考えられていない。粉流種の組織増核質層が赤となって種内に溜まっている体表の上皮組織、すなわち表皮の細胞は、規定層で細胞分裂し、表層に押し出されたものは徐々に細胞室内にケラチンを貯留し、最後にはほとんどケラチンのみからなる扁平なし細胞が、相板状に積み重なったもの。 すなわち角質となり赤として剥がれる。しかし、本来は上皮組織が存在しない皮膚内部に表皮と同様の重層扁平上皮が出現すると、周りの結合組織から遠い側イコール組織の中心部にこの角質を生じる。皮膚表面に開口部を持つことが多い。ただし、この開口部は固化した老廃物などによって塞がれており、老廃物は体外へ排泄されず、 重層扁平上皮が薄く老廃物を取り囲む。よって、手術によって摘出した、粉粒子は、老廃物を収めた、袋状を呈する。新陳代謝に伴い主材する。多くの粉粒子は、毛根を形成する組織の一つ、毛朗土に由来するという説が有力である。同じ場所への刺激などにより、毛包全体が、毛朗との細胞に加勢してしまったものと言われている。 この立場からはこの病変をケロート農法と呼ぶ。皮膚に外傷を負った際に、表皮や皮膚風俗器の規定細胞が神秘内に封入されて生じる場合もあり、これを外傷性粉流あるいは表皮封入農法と呼ぶ。この場合、できる場所は手のひらや足の裏が挙げられる。初期の状態では、皮膚の下にしこりが見られるにとどまり、皮膚表面上は、 症状が現れないことが多いため、自覚することは少ないが、経過すると、次第に肥大化する。この時点で、老廃物を無理やり皮膚外へ絞り出す行為は、感染症を引き起こす恐れがあるため、望ましくない。腫瘍内の老廃物に細菌が感染した場合は、皮膚下で炎症を起こすために痛みを伴うようになり、可能する場合もある。また、内側に向かって破裂し、 体内に脳が入った場合、場所によっては、腹膜炎や胸膜炎、リンパ肝炎を引き起こし、最悪の場合は死に至るケースもあるため不要意に潰すのは危険が伴う。しかしその進行度合いには、個人差があり、肥大化が極めて感情で何十年経っても、外見的にほぼ変化がない場合や、肥大化が進行しても、全く炎症を起こさないこともある。そのため、 しこりが確認できてから10から20年近く経って炎症が発生し痛みを生ずるようになった、あるいはしこりが何十センチの大きさになったなどから初めて医療機関を受診するといった場合も少なくない。主流ができやすい場所としては顔や首、背中、耳の裏があるものの、皮膚ならどこでもできる可能性があり、女性の性器生じる例や多発する場合もある。 粉流に似ている病気には川様脳腫や、側首脳腫、小中系脳腫、耳前老孔などがあり、腫瘍がどこの皮膚に現れるかで判別すべき病気が異なる。また、数ヶ月で急に大きくなった粉流の中から、規定細胞がんが発見された例もある。受診に適しているのは、皮膚科、形成外科、外科等。粉瘤自体は、良性の疾患であり、 もっぱら感染時の抗菌薬投与による炎症の抑止に重点が置かれ、特に緊急性もないため生活上支障をきたさなければ、切除の是非は本人の意思に委ねられることが多い。体質上できやすい人もおり、炎症が起きない限り気づかず放置している患者も多い、一方で再発の煩わしさを避けるため進んで切除を求める患者もいる。根本的解決には、 局所麻酔は施しメスで切開して袋ごと切除する手術が行われるのが一般的である。主流が小さい場合は、円筒状メスや電気メスなどで数ミリメートルほどの穴を開口し、溜まった老廃物を圧迫することで外にかき出し袋を取り出すくり抜き法と呼ばれる手術を行うことがある。低侵襲で手術時間が短く、 切開手術に比べて完治後の跡が残りにくいが、完治までの時間は長くなることや、足の裏には適さないといった欠点がある。袋の除去が完全であれば、ほぼ再発しない。すでに感染症を起こしている場合には、局所麻酔、または全身麻酔を施しメスで切開を行い、袋の中の老廃物を排出し洗浄する処置や、抗菌薬の投薬等を行う。 患部の炎症が落ち着いた後に、袋の切除が試みられる。粉流の症状、原因、治療メドレー病気時点皮膚のどこにでもできる、粉流、こんなところにも引く海外の最新医療情報を届けるメドレーニュース粉流の症状、原因、治療メドレー病気時点大きなコブができる、粉流と似ている病気とはメドレーファットリアオ JL、アルタムーラ D、ラティンスカ M、 バーデギニアー R ベーサルセルカルシノーマーライジングフロムアンエピダーモルシストウェンエーシストイズノットエーシストケースレップダーモットル7 75から8ドイ10.1159 000381393 PMC PMC4448,066、プミド2 6 0四4 4 7 7 http:/www.karger.com スラッシュアーティクルスラッシュ f u l l t e x t スラッシュ381393。く38り抜き法、へそ抜き法とは、粉流の手術治療について解説メドレー。ありがとうございます。